皆さんこんにちは。韓国の実力派俳優のユアイン、ときめき性侵犯スキャンダルのムンジェシン役でブレイク。今回はそんなユアインの基本プロフィールや最新作品情報はもちろん、気になる性格、熱愛彼女、病気についてなど、俳優ユアインの魅力を全部紹介します。さらに麻酔薬プロポフォール関連で警察の事情聴取を受けていたことについても調べてきました。ぜひ最後までお付き合いください。名前ユアイン、生年月日1986年10月6日、身長179センチメートル、体重60キログラム、星座天秤座、血液型 A 型、出身地テグ広域市、趣味ピアノを弾くこと、映画鑑賞、音楽鑑賞、特技水泳、スノーボード、スキー。学歴ダンコク大学演劇映画学部演劇専攻、コングク大学芸術学部映画専攻。家族構成父、母、姉。デビュー作2003年 KBS ドラマ四捨五入。所属事務所ユナイテッドアーティストエージェンシー。ユアインさんは高校1年の17歳の時、校門前でスカウトされました。しかし両親から芸能界入りを反対されたユアインさん、それでも彼は何か惹かれるものがあったと、高校生ながらに一人テグからソウルへ上京を決意。当初歌手としてユアインさんを売り出そうとした事務所はボイストレーニングなどを受けさせました。でも音楽的才能がなかったとのことで歌手の道を断念。その後ユアインさんは2003年に辛ラーメンで有名な農心のチョルチョル麺の CM に出演。さらに同じ年にはドラマ四捨五入のオーディションに合格し、俳優デビューを果たしました。ユアインさんはヒロインのイオクリムと交際する美術生の役で、華々しく俳優の道を歩み始めました。ユアインさんの実際の性格はどうなのでしょうか。ユアインさんは過去にネットユーザー論争を起こしたことがあります。そのことから世間ではちょっと近寄りがたいイメージがあったようです。ですがユアインの性格は意外にも人見知りをするタイプだそうです。また努力家で演技に対する考えがはっきりしています。どんなに体力や時間的にきつくても自分が気に入った作品はチャレンジします。つまりユアインさんは嘘偽りが嫌いで本音で生きているタイプ。以前インタビューでユアインは、僕は自分をごまかしたくない、作品は信頼性で選び、たとえ失敗しても構わない、自分にしか演じられないキャラクターを作り出したいと答えています。ユアインさんはいつも前を向いて進化し続けるまっすぐな性格の俳優です。またユアインさんが骨腫瘍という診断を受けたことが明らかになりました。骨腫瘍とは骨にできる腫瘍、または骨とつながった軟骨と関節にできる腫瘍のことです。腫瘍には良性と悪性に分類されます。良性骨腫瘍が圧倒的に多いとされている骨腫瘍、良性の場合は特別な治療をせず定期的に経過観察になることが多いそうです。しかし良性の場合でも骨が脆くなり骨折することもあるとされている病気です。韓国では男性は19歳から29歳までの間に兵役に就く義務があります。骨腫瘍の病気が理由で兵役免除判定を受けたユアインさん、しかしユアインさんの兵役免除判定に対して様々な憶測が流れました。ユアインさんの事務所は事実無根の誹謗中傷、そして全ての悪意のある言動に対して厳しく対応していくという立場を明確にしました。ユアインさんの病気は2013年の映画カンチョリの撮影中に右肩の筋肉が破裂する怪我を負ったことが原因。その後2015年に骨腫瘍の診断を受けたユアイン、診断後彼のインスタグラムには彼の傷ついた心が反映されたように後ろ姿や自分が写っていない写真が多く掲載されました。その後時間が経つにつれユアインさんに対する噂は少しずつ消えていきました。そんなユアインさんですが、先日プロポフォール関連で警察の事情聴取を受けた。
と説明がありました。そしてこれに関してあらゆる調査に積極的に協力しており、問題となる部分については積極的に説明する予定だ。ご心配をおかけして申し訳ないと言っています。テレビ朝鮮ニュース9は同日、韓国トップクラスの男性映画俳優がプロポフォールの常習的な使用の疑いで警察の事情聴取と出国禁止措置を受けたと報道があり、その後ユアイン側がプロポフォール関連で警察の事情聴取を受けたことを正式に認めたそうです。向精神薬の流通を監視する韓国食品医薬品安全所が複数の病院でプロポフォールを常習的に使用しているユアインの状況を確認、プロポフォール処方が頻繁すぎる点に疑念を抱き、警察に捜査を依頼したことから今回の事情聴取が行われたそうです。特に警察がユアインに対して出国禁止措置も同時に取っていることが衝撃を与えています。出国禁止措置は犯罪捜査のため出国が不適切だと認められる対象に対して下される措置です。つまり警察と検察が今回の事件をそれだけ重く受け止めているものと解釈できます。警察はプロポフォール常習使用の有無などを確認するため、ユアインの体毛などを国立科学捜査研究院に鑑定依頼している状況です。もちろんユアイン側は悔しい思いを訴えています。ユアインの所属事務所はテレビ朝鮮の取材に、普段から健康検診や手術など必要な場合以外にプロポフォール注射をしていないと聞いていると釈明しています。ユアインも警察の事情聴取に協力する意向を明らかにしており、問題となる部分については積極的に説明する予定だという考えを強調しています。麻酔薬などとして使われる向精神薬のプロポフォールを違法に使用すれば10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金です。一方ユアインは映画スンブ二人の騎士、ハイファイブ、ネットフリックスドラマ週末のフールの公開が予定されており、作品への影響も懸念されています。そんなユアインさんと熱愛の噂があった女性一人目は女優のソンヘギョさんです。もともとユアインさんとソンヘギョさんは同じ事務所の先輩後輩の間柄、最近では映画生きているの試写会へソンヘギョさんが応援に訪れた様子がキャッチされました。さらにソンヘギョさんの誕生日にはユアインさんが自身のインスタグラムへお祝いの写真を掲載したり、現在も親交のある様子がお互いのインスタグラムを通して伺えます。以前のインスタグラムには必ず共演しようとの書き込みとともに2人の写真がアップされたことがあります。それに対しもしかしてソンヘギョがユアインの彼女なの？と疑われたことがきっかけで熱愛を噂された2人、実際には仲の良い先輩後輩関係のようですね。2人目はドラマ「キム秘書は一体なぜ？」に出演し、日本でも人気のある女優パクミニョンさん、彼女もユアインさんと熱愛の噂がありました。ユアインさんとパクミニョンさんは2010年のときめき性侵犯スキャンダルで共演しています。ユアインさん演じるコロ先輩はパクミニョンさん演じるユニに恋をしてじっと見守る役でした。ドラマで2人は結ばれませんでしたが、このドラマ共演により熱愛説に発展したようです。コロ先輩のユニに対する愛情表現が男らしくて純情だったので結ばれてほしいファン心理が働いた様子。しかし実際に2人が付き合っていた事実はなかったようです。共演がきっかけで熱愛を噂されたのは女優のチョンユミさん。ユアインさんとチョンユミさんは2007年の映画良いではないかで初共演し、2013年の映画カンチョリから恋人関係になったのではと言われています。この熱愛説に対して2人ともしっかりと否定しています。しかしユアインはインタビューで、チョンユミは自分にとって女優である前に自然に付き合える人だ、この業界でこういう人にはなかなか会えない、だから彼女に愛情があるし自分は彼女のファンで俳優仲間だと答えていたことがもしかしてと思う内容ですが、その後2人の熱愛説は聞こえてきません。
実際にチョンユミ出演のネットフリックスドラマが公開された際には、ユアイン自身のインスタグラムで応援投稿も。本当に心が通じ合っている俳優仲間のようですね。そんなユアインさんの好きなタイプや結婚観について見ていきます。ユアインさんは2012年のインタビューでこんな注目発言をしています。現在すごく安定した恋愛をしている。激しい愛こそ全てと思っていたけれど、そうではない愛もあるんだと思うようになった。いつまでもこの状態が続いてほしい。つまりユアインさんは本気の恋愛をしていたことになるコメント。しかし結果恋愛の相手は分からず、それ以降ユアインさんが恋愛コメントを口にしたことはありません。好きなタイプでユアインさんは年上の女性で堂々として洗練されているのに可愛らしくて、そんな女性が好きとコメント。加えて彼の理想の女性はデビュー前から一貫して女優のイミヨンさんだそう。2016年の映画好きになってで共演した時もユアインさんは彼女のファンを公言していました。結婚については、結婚はしたい、頑張りますとファンに答えていたユアインさん。あのアインハウスに人数が増える日はいつ頃になるのでしょうか。今回は韓国俳優ユアインさんのプロフィールから過去の熱愛情報まで紹介してきました。バラエティ番組はユアインさん自身が希望して出演しました。現在ユアインさんの活動は止まるところを知りません。彼は次にどんな役に挑戦するのでしょうか。ユアインさんの今後の活躍を期待しましょう。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。